はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズ2ダイ。今回はなんだっけ。火薬作ってるね。火薬しまってこようか。火薬をしまって、でどうしよっかな。よいしょ。あ、そうだ、地下のやつ。燃えてるか確認しないとね。オッケー、全燃えてるね。ちょっとぐらいずつ追加してあげようか。24分、まあ追加しとくか。ちょい、ですです。スクラップちょっと作ってもらいたいかな。あ、捨てちゃった。これももうちょっとね。オッケー。よいしょ。よいしょ。そうだね。鉄がっつりやってるんだったね今。これはいらなかったかな。やらないともうダメだもんね。よし。で、あ、こっちも鉄なんだ。もう消えちゃうよ。こっちじゃない。よいしょ。いや、そんなにやらなくてもよかったかな。30個ぐらい一気に入れちゃうか。これじゃねー。こっちだよ。オッケーかな。よし、よし、じゃあこっちも入れとくか。地上にも確かあったもんね。とりあえずこれで1000。あれ、ね、ちょっと待って、もう前回強化ってしたんだ俺一回。そういうことだね。眠たすぎてもう諦めたのを覚えてるんだけど、まあいっか。よいしょ。ってことはもうスチールもちょっと入れとくか。スチール粘土いっぱい入ってるとこが出せるでしょう。スチールを結構作れるね。思った以上に頑張ってんじゃん。いいね。いいね。こっちどうしようかな。鉄だな。いいね。こっちはまあどっちでもいいや。よし。とりあえず強化していこうか。鉄がまた足りなくなりそうだな、すぐ。よいしょ。これ内装まで手出したら本当に終わらないだろうな。無理だよね。そうか、下は一応コンクリートまではたどり着けたんだ。ちょっとあれを入れて、こっちは何？ああ、大丈夫だ。ちょっと壊れてるかなって思ってた一瞬。コンクリート入れて、どうしようかな。あ、そうだ。このランプオブクレヨン燃やしてみてって言われてたんで。燃やしてみないとね。スクラップ。まあ、一回今。
とりあえずここを強化していくか。大丈夫だ。今足元にサボテン入ったっけ。何個ぐらいあった？2000はあったな、余裕で。よし。どうしよっかな。まあ仕方ない。あ、このドアがめっちゃ削れてんだ。ちょっとこれはスチール持ってきて修理しよう。オッケー。こう使った気がするけど、まあいいや。このドアには助けられてるはずだから。そしたら、とりあえずコンクリートまで持ってっか。そしたら、膨らんでよくなると思う。とりあえずコンクリートまで持ってこう。コンクリート足りるかな。コンクリート足りなくなったりしてね。ゾンビ？結構来てない？フォードですね。危ない。コーン種。お、びっくりした。ドキッとした今一瞬。なあ。コンボいいな。何がいいってさ、スタミナの消費がほぼない。強すぎでしょ。ちょっとしか空いてない。食べるか。もう食えない。よーし、一段落。ゾンビの死体が残ったら、ほんとすごいことなってるだろうな、この道。ゾンビの死体の、何、整理っていうか、後片付けとかもやらないといけなかったらね、すんごいゲームになるよね、そしたら。これとかこっちでいいか。グルー違う。種。これは使う。ご飯の包帯。よーし。オッケー。
で線作れるでしょ。そしたらとりあえずコンクリートにしてって、んで持ってスチールまで持ってくか今度。それがいい。そしてこの屋根が強化できないというちょっと問題発生な気がする。上からも強化できなかった。アウトではね。うん、多分持ってるのは持ってる必要な材料類は。そうしたら作り変えるしかないのかな。うわー辛い、マジか。これとこれってどう違うのよ。何これ、ハーフブロックじゃない。この斜めのやつともちょっと違う。何これ、こんな、何これ、変なブロック見てこれ。普通ハーフだったらさ、ハーフなんだよ。ほらサクッとハーフなんだけど違う。これ角度が2枚で1減ってる。なんという、1でもねえな。まあ、いっか。ああ、これ鉄足んないな。足んないな。500しかない。よし。届くか。届くか。出たー、足りない。残念。残念です。よし、じゃあ地下に取りに行くか。木が育ってきてるけど、だんだん周りが見えなくなってくる家の。本当にすげえな。砂漠の町だったはずなのに。ちょっと木切ろうかな。チェーンソー持ってないな。たまには斧で切るか。あれこれ 500? そうなんだ。もっと育たないとダメなんだ。ダメ、線にならないよ多分。削ってるから線にならないんだ。そういうことにしよう。8個も取れちゃった。見るにはこれがちょうどいいね。1個で1分40秒。コール1個で20秒。20秒はさすがにないよね。500個入れても80、250個入れても83分だよ。これ入れたらどうなる ?250 個入れたら400分。
それは元のコストが違うっちゃ違うけどさ、さすがにきついよね、これは。もったいなすぎて使えないよね、これを燃料としては。さすがにこれ20秒はないかな。木はほぼ無限に作れるからいいけどね。ランプオブコールは無限ってわけにはいかないもんね。なんだかんだ一気にいっぱいは拾えるけど、それでも知れてるし。すげえな、本当に森になっちゃうんじゃないの、ここ。すごい。すごいね。相当植えたな、俺。そんなに植えたっけってぐらい植えてあるんじゃない？登ってみたい。よいしょ。うわ、さらに向こうまで植えてある。何か持ってないか。すごい、あっち意外と遠くまで植えてあった。ウケる。こっちはまあまあ家の周り。ここのさらに奥もすごいね。まああんだけ種植えたもんな。あんだけ種植えたらさ、ほんと大丈夫だよ。いつまで経っても木なくならないよ、多分。切るのが大変だもんね。チェーンソー使ったらすぐブンブン切れるかな。本気出したらすぐ切れちゃいそうだよね、実は。前回のは何本ぐらい切ってきたのか分かんないもんね。バイクの中身はもう大丈夫かな。ここら辺で終わりにしよっか。木いっぱい見っけ。で、次回は、何しよう。夜だしな。まあ、次回はまたちょっとしたら考えておきます。何しよっかな。強化は多分ね、鉄不足でまだできないと思うんだ。まあ、フォージやりながらちょっと、この銃をバラしたりもしようかな、ちょっとね。フェラルが続いたからね。続くわけないか。フェラルががっつり来たからね。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。今回も意外と進みました、多分。裏も。コンクリートの家になってきました。ちょっと硬そうだよね、ちゃんと。ちゃんと硬そうになってきた。あー、こっちコンクリートにしてないね。忘れてた。まあいいや。今度。じゃあ今度こっちコンクリートにしてみよっか。こっちの壁を。で、それで、まあ余裕があれば、屋根もコンクリートにしてって。でもって最後に、スチールか。何個必要なんだろう。まあいいわ。いつか終わるでしょう。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。私の動画いつも夜の12時と朝の5時に上げてるので、よろしかったらチャンネル登録もしてってください。ご視聴ありがとうございました。セシカでした。